はい、えー。未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは、えー、自動採点ですね。Google フォームの自動採点のうちの5つ目の、えー、ビデオになります。はいえー、このビデオでは Google Classroom からこの Google フォームの自動採点のクイズを出題する方法についてお話しします。はいえー、まず最初に、えー、Google フォームの、えー、ウェブサイトに行きます。でえー ビジネスの人もいるし、パーソナルの人もいると思いますが、私はパーソナルの方から行ってみますね。えー、ここでは先週作った、えー、先週ではないですけど、えー、今回作ったあの動物の Google フォームを開いてみます。あれもう一回。はい、開いてみます。はい、えー、Google Classroom からクイズを出すときは、この番号と名前は必要ありません。ですので、まずはこの番号のところをカチッとクリックして、 ここのデリートですね。えー、これを、あごめんなさい。はい。これを、えー、クリックします。デリートのこれね。はい。で、同じように名前のところも、えー、デリートをします。はい。そうするとこのように、えっ、ー、と、写真があって、その下にこういうクイズがある。こういう、えー、Google フォームができるわけですね。はい。で、次はこれを Google Classroom から出題する方法です。えー、もう、あの、 Google からこの Google Classroom に行ってみてください、えー。こういうふうにたくさんの皆さんの、えー、Google Classroom があると思いますが。はい。えっ、ー、と、私の場合は今回皆さんが使っている未来の日本語教育組の、えー、Classroom から実際にやってみたいと思います。はい。えっ、ー、と、まず最初にこの Classwork のところに行きますね。はい。そして Create のボタンを押します。 えー、この中にクイズアサインメント、クイズアサインメントというのがありますから、これをクリックします。えー、でそうすると、まあ、こういうふうに、あの、タイトルと、えー、インストラクションを書きます。インストラクションは書かなくてもいいですけど、タイトルは書かなければなりません。えー、で、ここで、えー、もう、すでに Google フォームを作ってありますから、このア d d から行ってみましょう。a ッ d ですねで。そして、えっ、ー、と、作ってある Google フォームは Google ドライブの中にありますから、これを ククリックしますはいで。そうすると2番目にさっきの、えー、動物のクイズがありますから、これをクリックします。これをクリックする、えあの選択すると、このインサートというのが出てきますから、こちらをクリックします。はい。えー、そうすると、ここに動物の、えー、クイズが入りましたね、えー。この上にもういらない、あの、ブランククイズというのがありますから、これはこのバッテンを押して削除します。はい。こうやって削除しました。 で、もし締め切りが必要な場合は、この Due のところですね。Due をクリックして、えー、まあ、あの、必要な、えー、月と日を選びます。はい。えー、っと、それからこのトピックももし必要だったら選んでください。で、最後にこのアサインを押すんですけど、この右側の四角を選ぶあ,あの、あれですね、三角を選ぶと、Assign, Schedule, Save, Draft というふうにあります。で、えー スケジュールにすると、例えば来週出題して、えー、あのー、それから1週間で回答してもらいたいときとかですね、そういうときにスケジュールをしますが、すぐにテストを出したいときは、このアサインを押してしまっていいです。はい。えー、以上で、えー、と、Google Classroom から Google Form の自動採点の、えー、テストを出題する、えー、方法。 の、えー、ご紹介は終わりです。えっ、ー、と、この、今回のスライドからはあまり、あの、リンクが貼っていませんから必要ないかもしれませんが、えー、もし、Google スライドで見たい人は、えー、ビットリースラッシュ TTCB55A、これで、えー、このリンク、このスライドを開くことができます。はい。えー、以上で私からの話は終わりです、えー。また水曜日にお会いしましょう。失礼します。